はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回もですね、はい、皆さんもご存知だと思います。こちら、諦めきれません。はい、エクセレントセレクション。はい、こちらやっていきたいと思います。で、今回もちょっと申し訳ないんですけど、11連のみになります。で、明日、残り1日になったらもしかしたら激レア確定とか、ね、出てくるかもしれないので、ま、そうなったら、ちょっとがっつり引こうかなと思います。まあ、皆さん知っての通りね、まあ、かなり、まあ、本当に、もう一日多分ね、5時間ぐらいちょっとやっちゃってるんですよ。仕事終わって、やってるんですけど、結構、あれですね。もうめっちゃ楽しいですよ。もう本当にね、もうこれ以上ないぐらいハマってるんですけど、なぜかね、なぜかすごい iTunes カードが減ってくんだよね。まあそれぐらい楽しいんで、まあいいんですけど、まあでもね、これからちょっと、ガンガンね、なんだろう、もちろん、狙い目というか、でもそっか、今回ダークダルタンニャとかいないんだよね。残念ながら。だから、今回の当たりは正直、これか、シークレットが一応ガチの当たりで、そっかそっか、ガオーとかね、本当は、その時、次の、まあ、劇獣神祭、他にもね、獣神祭、ごめんなさい、猫祭があると思うんですけど、まあ、その時に、またがっつり引きたいと思います。はい、ということで、いや、でも伝説欲しいんだよな。 0.3% 出てこないって思いつつもね、なんか期待しちゃいますよね。ということで、行きましょうか。11連、ごめんなさい、ちょっと前置きが長くなりましたが。この、最近全然ちょっと調子が、このガチャあまり、当たっておりませんので、もちろんこのガチャが悪いとかじゃなくてね、僕の運が、ちょっとね、向いておりませんので、ここで、そろそろ、運が来てくれると思います。あ、なんか、おためこは強いんだよね。遠距離的にはいいんだよね。オッケー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 。ありがとう。うん。レアの中ではなんか、おためこはなんか遠距離でいいとは聞いて、また君かーい君3体出てきたんだよね、この前。しかも3体っていうか3連続で来たよね。可愛いからいいけど。なんでちょっと待って。嫌な予感がする。あ、嫌な予感がする。ちょっと待って。嫌だよ。あ、よかった。よかったのかな。レア、微妙だけどね。はい。ここでそろそろ伝説は来ないですね。猫舞踏家初めて見ました。初めてってか、この前初めて見ましたね。やばい、ちょっと待って、これ、嫌だよ。まただよ。そうか。イースタンネネコに好かれてるんだね。まあ、でも激レアだから、ありがとうございます。はい。嬉しいです。もう、何が出て、え？あ、水中？え？これ誰？え？誰？わからない。ちょっと待って。僕は君初見です。え、ちょっと後で見てみよう。オッケー。そして、あー、まあ、猫ファイト。まあまあまあ、でも、プラスチンできるんでね。ありがたいです。そして、まあ、猫マタドール。終わったまあ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 、でもありがとう。うん、嬉しいです。もう今はね、何でも嬉しいんですよ。正直言うとね。まあ、ね、まあ、ね猫もね、こんないっぱい来ると思わなかったんですけど、これか。これ知らないな。斧を落としたものにチャンスを与える。嘘をつく者は容赦なくその、あ、遠距離。まあ、なんだろう、遠距離系なんだね。ありがとうございます。はい。ということで、次はですね、ちょっと、今回、がっつり、レジェンド、行きたいと思います。宇宙がね、実はね、ちょっと手詰まっちゃってるんですよ、実は。本当は宇宙編ちょっとやりたいんですけど、どうなんだろう、ここで詰まる人多いのかはちょっとわかんないんですけど、この、ウラルわかんないけど、ここですごい私ちょっと手間取っておりまして、はい。条件が EX で、あんまり EX 育ててなかったツケが回ってきてかなり厳しく、ちょっと今育てていこうかなと思っている最中ですので、申し訳ないんですけど、今回は、レジェンドストーリーの、サンタが、新しいっちゃ新しいのか一応。宇宙からもクリス、あ、違う、ん？こっちか。なんと、クリスマスが来た。あ、違う、こっちじゃない。ごめん、嘘ついた。ごめんなさい。宇宙からもクリスマスが来た。こちらですね。はい。今んとこ、おじさんサンタだよと、ジングルヘルと、聖夜に降る、この二つはクリアしてるんですけど、聖夜に降る隕石。こちらちょっと、まだ初挑戦ですので。
やっていきたいと思います。あのね、一昨日このジングルヘルをやったんですよ。その時ギリギリでした。で、この2日間でちょっとある程度は育てたんですけど、まあでも言うてまだねあれなので、で今回一応変わったのが猫漂流がね、この子がまあだいぶちょっとエイリアン対策になってるので、このステージは結構エイリアンが多いので、まあ、この子がどんだけ活躍してくれるかどうかかなとは思ってます。はい、ということでじゃあ行きましょう。よろしくお願いします。はい、行くぞ。お金、リーダーシップ使います。よろしくお願いします。さあ行くぞ。苦しみます。あと、スピードアップはちょっと使わないようにしました。はい、アドバイスでスピードアップいらないよ、使わない方がいいよっていうのがあったので、赤でしたね。ちょっと待って。ああ、そうだよね。来たよね。びっくりした。どうしよう。猫漂流使っていくべきか、これは。傘地蔵まだいいよね。とりあえず猫漂流。で、壁をちょっと作りたいので。まあ、本当はね、壁はね、狂気のタンク猫の方がいいと思うんだけど、いや、これ一気にレベル上がってるから厳しいかな。どうなんだろう。一応吹き飛ばしてはいる。とりあえず傘地蔵も使っていく。傘地蔵でもいるかな。一応でも、あれだね、吹き飛ばしてはいるね。さすが。さすが猫漂流といったところ。傘地蔵も一応出しとこう。一応多分、普段の能力値が強いから。オッケー!いいよいいよ。いい感じ。で、こっからボスでしょ?おそらくボスが出てくるから。来たったーい!来たったーい!あ、間違えた!うわ!アウロディーノ使おうとしたんだけど!まずい!ちょっと待って。これは痛恨のミスというやつでは?これは多分痛恨のミスというやつでござる。ちょっと待って。大丈夫。アフロニーナまだ出せるから。いいよ。だいぶでも吹き飛ばしてはいるよね。多分。猫漂流がかなりいい味を出してくれて。そしてアフロニーナ行ってこい。で、赤はもういいか。もう赤は出さなくていいな。発射ー!行けー!ゴーキー!よし。海王様が出たところで。そう。あとね、にゃんこに?こいつもちょっとこいつってごめんね。この子もちょっと出したいんですよね。これから。オッケーオッケー。なんとかいけそうだね。よし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 。なんとかこのステージはいける。よし、だいぶちょっと強くはなってないかもしれないけど、ま、なんとか戦えるようになってきました。皆さんの、ね、本当にコメント欄も全部見てます。本当に、ありがたい。まあ、一応ね、ちょっと、なんだろう、その皆さんのね、アドバイスの通りに、一応もうね、またたびというか、猫またたびはもう大量に集めておりまして、あと、一応、キジンニャンマを、まあ、進化させたりと、で、あと、まあ、もちろんね、その激レアだけを育てるとかじゃないんですけど、まあ、あと、この子も、まあ、進化させた方がいいということで、まあ、この子もちょっと今、紫を今集めておりまして、てか、まあ、今、もう、またたび集めてるんだよね。で、あと、こちらですね。はい。ガメレオン。こちらもちょっと育てて、あと、レアキャラとか、あと、これだよね、もう、基本キャラ。まあ、でも、狂乱のタンク猫とか猫を集めたいから、2日と4日まで待ちなんですよね。とりあえずその壁をちょっとどんどん育てていきたいと思いますが。ということで、じゃあもう一戦行きましょうか。いけるかな?宇宙からクリスマスが来た!プレゼントハンです。はい、行きましょう。これ、どうなんだろう。ちょっと怖いからマックス使う。はいはい、やめとこう。使わずに行こう。いざ出陣じゃん!行きます。プレゼントハンです。そろそろこっからやばいと思う。ちょっと待って。どうしようどうしよう。いや、これで多分止めれる。で、一旦これで貯めるか。エイリアンも来た。漂流出しとく?いや、まだちょっと早いか。まず貯めるべきか、ここは。一回貯めようか。で、漂流出す、ここで。ここで出して、もう一回赤つく。あ、来たな、来たな。傘地蔵。どうだ?これで、どれぐらいのダメージを与えれるのか。もう赤は使わなくていいから。もう赤は大丈夫だね。蛇だから、そんなに苦戦することないから。できればアフロディーナ出したいな、高火力の。傘地蔵が多分ね、結構耐久も高いから、別に対象じゃなくてもちょっと使っていきたいんだよね。そして猫漂流は確実にこれはいるね。いや、猫漂流のおかげでだいぶ、なんだろう、いい戦いができるようになってきたので、本当にありがとうございます。教えてくださった方ね。猫漂流使えよってコメント欄であって、あ、結構きつい言い方されたなって思ったんですけども、その方のおかげでね、本当に助かりました。本当にありがとうございます。はい。もうガンガン皆さん、もうきついこと言っちゃってください。はい。もう、下手なプレイなのは分かっておりますので、分かっているっていうかね。それをもう本当に、なんだろう、もう、ドカンと言ってくれた方が、本当に助かります。本当にありがたいです。とりあえずこの子でガード作ってって感じでいいかな。なんとか大丈夫そうだね。吹き飛ばしてはいるから、そんなに、あ、ちょっと待って。大丈夫 ?OK。猫漂流使って、いけそうだね。あとは、一応ガメゴンじゃなくてごめん。浦島使って。OK! 倒した!意外といけるぞ、これ。
ちょっと待ってね。じゃあここで、あ、ちょっと待って、一応使っとこう。もったいないからね。これは多分勝ちで大丈夫かな。いけそうだね。この感じだとね。オッケー。さあ、吹き飛ばしてくれたマウス。これもう一戦いけるか。もう一戦ちょっとやってみようか。さよならさーん。完全勝利。よーし、福引きチケット G。じゃあもう一戦いきます。戦闘開始。宇宙からもクリスマスが来た !300。いけるかな。行けるかどうかじゃない。行くんだよ。行くんだ。行くぞ！いざ出陣じゃう。そう。あ、ちょっと待って、強そう。やばい、やばいの来た！やばいの来た！行ってこーい！これ待つべきか？いや、これは、待つべきだったかな、今。いや、でも赤貯めときたいんだよ。赤貯めときたいから、これまだエイリアン来るまではちょっと猫漂流やめとく。あ、来た、使おう。天使、あ、でも天使来てるから、カサジドーム欲しい。カサジドームちょっと出しておく。いや、これ出すのいっぱいだな。とりあえず、サタンはちょっと後の方がいいか？とりあえずカサジドームは絶対出しておいた方がいいね、これ多分。あ、白もいるから、ちょっと待って、これ全種か。一人倒してくれればな、一気にダルターンには出せるんだけど、ちょっと厳しいか、これ。ちょっと待って、猫漂流出したい。猫漂流出させてください。ちょっと僕のね、そう、僕の、まあ、パーティーというかね、まあかなりね、やっぱり重いよと。ちょっと重すぎるから、もっと、なんだろう、激レアっていうか、なんか2体目も来ました！待って、それは聞いてない。なんか、もっと、なんだろう、1、2体でいいよっていう、激レアキャラっていうかね、強いキャラクターはっていうのは聞いたので、まあちょっとそこら辺もちょっと修正というかね、やっていけたらなと思います。さあ、そしてちょっとエイリアンが増えてきたな。エイリアン増えてきたから、ちょっと待ってね。どうしようかな。ここで、ちょっと待って、危ない。ここでもったいない。盾作るか。盾作っとこう。盾作りつつの、今んとこなんとか耐えてるけど、猫漂流。一応、追い出せって、追い返せってはいるよね。あ、ちょっと待って。まだ、鬼にゃんこは、ちょっとまだ、使う、鬼人にゃんこか。鬼人にゃんこはまだな、ちょっとレベルが21かなんかなんですよ。低いんで、ちょっとまだなかなかちょっと使えなかったんだけど、一応まあ、いいよね。何がですか？ごめんなさい。とりあえず、ラーメン使って。なんとかゴリゴリ、勝ててはいるか。うん、そうだね。手数あるし、下がってはないから。オッケー！漂流強いな、やっぱり。猫漂流、ありがてえ。よし。まあ、この鬼も結構ね、再出撃というかね、もう一回召喚するのにかなり早いので、やっぱり使いやすいよね。これで第3進化したらなんかとんでもなく強いんでしょ？なんか、評価も SS ランク、SS ランクみたいな感じで。よーし、これはいけそうだ。オッケー、今回はなんとか。でも多分まだここはいけるんだろうな。こっからいきなり難しくなるんでしょうね。はい、なんとなく察しました。多分これまだまだストーリーは続きそうな気がします。まあでもとりあえずね、今回は、まあなんとか勝つ。おー、やったー！猫缶30個リーダーシップ1個やったぜ！嬉しい。まだあるよね、多分。ちょっと待って。あ、クリアした！やったー！あ、これでクリアだったんだ。あー、でも激ムズか。そう、激ムズはなんとなく勝てるようになってきたんですよ。あー、でもよかった。まあでも本当に、皆さん、まだね、レベル30とかの、あれなんで、レベル50とかのね、方々多分いっぱいいると思うんですけど、できるだけね、ユーザーランク頑張って、なるべく上げて、ちょっとでも早く、そういう感じでやっていけたらなと思いますので、これからも良ければね、どんどんコメントとかしていただいて、していただけるとすごいありがたいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。明日、伝説欲しいな。頑張ろう。あと2日、あと4日、来てほしいな。2日4日。あー、楽しみが多い。じゃあお疲れ様です。バイバイ。